この方も、ハピネコさんはみずほ区の方、乾麺をよく使いますが、うどんより茹でる時間が短くて省エネ。さすが名古屋の名物です。さっきそれ言っとったのに。今言ったとこ、省エネです。なるほど。食欲のない時にっていうのはいっぱいありますね。西区の71歳の男性の方、ね、57歳、明神さん、店舗でもインスタント麺でも食べますとか。昭和区の方、ね。これは、なるほど、いいよ、ご意見だ。54歳、千種区の男性の方、大好きなので月に何度か食べます。店によって麺が違って面白い。なるほど。これはやっぱりそれはそうなんだそうなんです。こう均一化された味ではなくて、きしめんもちょっとここのは、つるつる感が強いとか、幅が狭い広い、ちょっと太めとか、もうピラピラぐらい薄いっていう。厚田さんのはそうですね、ピラピラですね。効き麺できる？じゃあこれはどこ？難しいこと言いきまめすんか。ね。いいですね、効き麺、効き麺レポーター。なる、効き麺これは加納さんだ。きしめん。よう喋るね、本当に。本当に喋るよ。本当よ、喋るね、今日は。これは、ナンバーホームの麺だなって。逃げんもんね。いいですね。なるほど。効き麺レポーター。何がだよ。よし。この方も、ハピネコさんはみずほ区の方。乾麺をよく使いますが、うどんより茹でる時間が短くて、省エネ。さすが名古屋の名物です。さっきそれ言っとったのに。今言ったとこ、今。省エネです。なるほど。食欲のない時にっていうのはいっぱいありますね。西区の71歳の男性の方。ね。57歳。明神さん、店舗でもインスタント麺でも食べますとか。昭和区の方、ね。これは、なるほど、いいよ、ご意見だ。54歳、千種区の男性の方、大好きなので月に何度か食べます。店によって麺が違って面白い。なるほど。これはやっぱりそれはそうなんだそうなんです。こう均一化された味ではなくて、きしめんもちょっとここのは、つるつる感が強いとか、幅が狭い広い、ちょっと太めとか、もうピラピラぐらい薄いっていう。厚田さんのはそうですね、ピラピラですね。効き麺できる？じゃあこれはどこ？難しいこと言いきしまめすんか。ね。いいですね、効き麺レポーター。なる、効き麺これは加納さんだ。よう喋るね、本当に。本当に喋るよ。本当よ、喋るね、今日は。これは、ナンバーホームの麺だなって。逃げんもんね。いいですね。なるほど。効き麺レポーター。何がだよ。よし。